金沢町は秋田県の東南部に位置した町。後三年の役の古戦場として知られ、金沢作などの史跡がある。昭和の大合併で横手市に編入され消滅。その後、北部が千北軍船南村に分支した、平安時代に起こった後三年合戦の古戦場として知られる。欧州後三年期などによれば、ここでは、 では清原氏一族の清原武平、清原家平のこもる金沢作に、源義家、藤原清平連合軍が、兵糧攻めの末に落城させたとされ、これが欧州藤原氏による平泉政権につながったものである。古戦場には金沢八万宮があり、従来は、これが金沢作のあった場所と考えられてきた。しかし、今日では、 横手市金沢中野の人間遺跡で久しつけ建物が見つかったり、三里町川の長岡森周辺の地形、構造が横手市の平安時代の同時期の防御性、集落大鳥居山遺跡に似ていることなどが指摘されており、八幡宮一帯が金沢作の古地であるとは断定できなくなってきた。一方、八幡宮一帯が中世において上巻 金沢城として用いられてきたこともまた事実であり、車や空堀、一部石垣を備えた本格的な防御施設であることは明らかである。昭和40年代には、秋田県教育委員会によって発掘調査が行われ、本丸跡、西の丸、北の丸からは、掘った手柱建物跡を検出している。建物の時期を特定できる遺物は出土していないが、 北の丸建物以降の検出された平坦地北側からは木炭くず、炭化前が出土している。遺跡全体からは、末木、小瀬戸、木、瀬戸、中国産聖寺、石製片口鉢、赤漆塗りの湾、常滑山のミスジ文壺などが出土している。文献資料からは、1458年に南部市の家臣、金沢右京之助が入り、 1470年まで、館としていた。その後、小月軍から、平家軍、さらに、戦北軍へと北上した小野寺市の勢力下に入り、小野寺市の家臣、金沢権十郎が居城とした。戦国時代にあっては、金沢城主は他の近隣大将領主からは、比較的自立的な動きを示した。日立国の戦国大名佐竹氏の出は久保田天保に、 ともない、金沢城は、佐竹義方、梶原美野が受け取り、1622年に破却された。歴代の久保田藩主は、清は源氏の流れを組むことから、八幡宮を保護した。この神社に奉納される、金沢さ,さらは、佐竹氏入部に伴い下谷国からもたらされた、もてぎさらが、源流と言われ、郵送を活発な舞で知られる。また、六号熊野神社と並び、 金沢八幡宮でも古代の歌垣の名残と言われる掛け歌祭りが行われる。1964年、公園設置条例により横手公園とともに金沢公園となった。1970年代には、被発精密、丸見繊維、厚木自動車部品などの工場が次々に誘致された。金沢本町のカツ特に、県有形文化財、木造阿弥陀如来座像、 金沢八幡宮に、県有形文化財、社教が所蔵されている。明治初年の国高は、以下の通り。金沢作内市金沢城の周辺には、当時の地名と考えられる、神官、物見山、西沼、昼物沼、御所や、神賀森などの名称が、横手市側に、武者隠しの森と言われる、長岡森が、三里町側に残り、伝承も数多く残っている。 源義家が、金沢桜に向かう途中、西沼を通った際に、群れ飛んでいた狩りが急に列を乱したことから、敵の伏兵を察知し、難を逃れたと言われるのが、沼のほとり、立馬港である。ありがとうございます。